シュテルン・ゲルラッハの実験は1922年にシュテルンとゲルラッハが行った実験である。加熱して蒸発させた銀粒子をビームとして磁界中に通過させるとビームは2点に分かれることを示した。これは電子にスピンがあることを示す。シュテルン・ゲルラッハの実験の模式図ビームの向きが変わることから銀粒子ビームは磁気モーメントを持っていることがわかる。銀は 強磁性体ではないが、磁場の影響で電子の磁気モーメントが揃い、全体として、モーメントを持つ。不均一な磁場をかけるのは、磁気モーメントが、磁場から磁力を受けるようにするためである。ビーム中の個々の銀粒子については、磁気モーメントの向き及び大きさは、自由なので、磁場から受ける力も様々である。したがって、ビームの先のスクリーン上では、 ビーム軸を中心に広がる分布として、銀粒子が観測できると予測される。実験の結果、ビームは2本に分かれて観測された。これはビーム中の銀粒子の磁気モーメントは、大きさが等しく、向きは磁場に引き寄せられる、あるいは反発するという2状態のどちらかしかないことを意味する。古典力学では、この結果を説明できない。量子力学では、電子は、 スピン1、2である。これは、端的に言えば2つの状態のみをとる。2012年に、東北大学、京都大学、東方大学、日本電信電話らの研究グループは、強磁性材料や外部磁場を全く用いずに、半導体中を流れる電子のスピンを1方向に、揃える手法を確立した。本実験は、量子力学の基本原理であるシュテルン。 ゲルラッハ効果をナノスケールの半導体中で実現したことに相当する。ありがとうございます。